こんばんは。3月5日火曜日のバッハブラザです。今日は二十四節気の一つ、啓蟄です。寒さが緩んで春の陽気になってくることで、土の中から虫たちが動き出す季節なんですが、今日は県内冷たい雨で気温も低く寒かったですね。今週は寒い日が続きそうです。体調を崩さないようにお気をつけください。さて、今日は県内公営競技の開催はありませんでした。今夜のバッハプラザは、明日から始まる川口オート G1 開設72周年記念グランプリレースの全県情報などを中心にお送りします。それでは参りましょう。川口オートのコーナー、中かなちゃんこと中野かな子さんとお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。川口オートは明日から10日日曜日まで、サンケイスポーツ杯 G1 開設72周年記念グランプリレースが行われます。今日は全県日ということで、取材に行ってきてくれたんですね。はい、はい、そうなんです。今日はですね、雨が降っていたんですけれども、はい、タイヤの当たり付けだったり、練習に行かれる選手の姿が目立ちました。それでは明日出走される選手にお話聞いてきましたので、こちらをどうぞ。それでは永井大輔選手にお話を伺います。前節は川口のレースで優勝戦にも進みましたけれども、振り返ってみていかがでしたか？そうです、キャブを扱っていってね、はい、なんとか思想は出たんですけどね、みんな周りも早かったので、なかなか前には行けなかったですけど、はい、先ほど、当たり付けなどもされたということでしたけれども、エンジンは今節はどういう感じですかね？そうですね、決して状態は悪くないと思うんですけど、周りの人もすごいレベルが高いので、そこと比較するとね、やっぱ少し足らないのかなって思うので、引き続きセッティングを行いながら、ちょっと途中でヘッドを変えたりするのも視野にして、いろいろ頑張っていきたいなと思ってます。今節雨も予報されていますけれども、どうですかね、直近の雨？そうですね、直近はもうだいぶ外が食いついてくれるようになったのでね、自分も食いつく走路ならば乗れると思うのでね、頑張っていきたいですね、はい、天気はどうなるか分かんないですけども、晴れでも雨でも、精一杯、やれることやって頑張りたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。いい髪色ですね。ありがとうございます。染め立てほやほやです。気合の表れでしょうか？ですね、ちょっとイメージチェンジっていう感じで染めました。はい、似合っています。ありがとうございます。で、前節優勝おめでとうございました。ありがとうございます。いや、グレードレース級のメンバーで、はい、内容でって、もう本当言うことないんじゃないでしょうか？そうですね、前節はずっとスタートの改革に取り組んでて、最後もうまくいったとは言えないんですけど、レース内容としてはすごくいい形なんですけど、ちょっと走法注意とかもあったりして反省する部分もあって、でもすごいいいレースだったと思います。さあ、そしてそのいい流れで開設記念となりますね。そうですね、はい、地元でのこれグレード優勝っていうのは皆さん待ち望んでると思うんですけど、どうでしょう？そうですね、年末のシリーズ戦は取らせていただいて、それはまだ G2 格なので、ちゃんとした記念ではないので、取りたいところではあります。はい、はい、で、今節雨予報もありますけれども、雨については大丈夫ですかね？SG でたくさん乗れましたし、さっき全県で乗った時感じもちょっとセッティング合わせたら、SG と同じぐらい動いたので大丈夫だと思います。はい、直近エンジンいかがでしょうか？エンジンは悪くないと思います。優勝もできましたし、とりあえずこのまま乗ってみます。はい、スタート改革しているということですけれども、今節も改革して頑張るということですかね？そうです、クラッチのパーツまた変えて、ミッション意識だったり、あとまたワイヤー別の種類を試して、引き続きやっていきます。はい、開設記念の G1、 とても面白いレースがたくさん見れると思います。自分もいい流れが作れたので、この調子で、いい結果出せるように全力で頑張りますので、今節もたくさんの応援をよろしくお願いします。前節は川口で優勝戦、惜しくも2着となりましたけれども、いかがでしたか？そうですね、エンジンはすごくいい状態で、タイヤも良かったので、勝てなかったのは自分の力不足かなと思います。ただ直近9走中7走が1着ということで、かなり好調だと思うんですけれども、いかがでしょうか？流れがいいっていうか、雨も多かったですし、エンジンも良かったので、うまいこと言ってるんですけど、自分としてはたまたまだと思ってます、はい、そうなんですね、はい、でも直近はやっぱりエンジンの調子もいいような感じで？そうですね、一番いいところはやっぱ安定しているところが日によって変わらないので、成績につながっていると思います。
そして今節雨も予報されていますけれども、いかがですか？そうですね、最近外が効くようになって、まあ、たまたまうまく乗れてるんですけど、まあ、また走路がね、そのどういう状態かわからないので、まあ、同じく外効くようでしたらこう頑張れるかなと思います、はい。SG では雨4日間のうち4日間すべて1着でしたもんね。まあ、本当に外効く走路で、まあ、自分が外うまく回れたので良かったですけどね、まあ、同じような走路だといいと思います。地元の記念ですので毎日一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。前節 SG 全日本選抜優勝おめでとうございました。ありがとうございます。いや、9年ぶりの SG 制覇ということで、はい、いかがでしたか？いや、嬉しかったですね。また年末のスーパースターのトライアル戦の権利も獲得しましたけれども、どうですかね？いや、とりあえず目標だったんで取れてよかったな、はい。そして今節がですね、開設記念になりますけれども、川口相性いいですよね。いや、最高ですね。じゃあ今回も期待していいですか？はい、期待してください。今日いろいろとエンジンやられている様子見えたんですけど、何をされてたんですか？ピストンとヘッドを変えました。じゃあ前節からはちょっと違う感じになるっていうイメージなんですかね？そうですね、ちょっと、試したいものがあるんでそれをつけました、はい。そしていいタイヤはありますか今？いや、あんまり晴れ走れなかったんで、わかんないですけど、まあ、早めに探して、はい。今節雨の予報も出てますけれども、もう川口の雨は大丈夫そうですよね？いや、そんなことないですけど、まあ一生懸命、整備して、一着取れるように頑張りたいですね、直近スタートいかがでしょうか？まあ悪い状態ではないんですけど、まあもうちょっと上目指して、まあ、練習したいですね。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、今節も5日間精一杯頑張ります。はい、今節も豪華なメンバーが川口に集まりますけれども、はい、その他気になったところありましたか？はい、先ほどですね VTR にも登場してくださった佐藤玲選手が、はい、本日24歳のお誕生日を迎えました。おめでとうございます。バースデー。そうなんですよ、24歳という1年をで、どういうふうに過ごしたいですか、目標なんですかというふうにお伺いしたところですね、この1年があってよかったと思えるような年にしたいということで、失敗も成功もたくさんしてより成長したいということでした。いや、近況ね、絶好調ですもんね。そうなんですよ、はい。で、なんでそんなにこう成長してるのかなっていうふうにちょっとこう疑問に思った部分があったんですけれども、はい、やっぱり佐藤玲選手はこう失敗しても分析してそして挑戦してっていう形で繰り返しているということで、うん、まあ、それがね成長の要因なのかなというふうにも思いましたね。で、話してる中でですね、ちょっと名言だなと思ったのがありまして、はい、苦労した方が近道というふうにおっしゃっていて、あら素敵ですよね。そうですね、もう人生何周目って思っちゃったんですけど、ね、一つ大人になった感が出てますね。私も座右の銘として心に刻ませていただきました、はい。今節も注目したいと思います。さあ、ということで続いては中かなのここに注目のコーナーです。はい。さあ、今日はどんな内容でしょうか？はい、今日すごく盛りだくさんなんですよ、はい。昨年の11月12月の優勝戦の振り返り、そして明日から G1 開設記念が開催されますので、2023年の G1 開設記念の優勝戦振り返っていきたいと思います。はい、それではまず最初に11月の振り返りどうぞ。はい、こちら2023年11月8日の普通開催となります。優勝したのは吉田浩二選手、この時ですね、人気は外枠の7号車森選手、そして8号車佐藤玲選手に集中したんですけれども、優勝は吉田浩二選手ということで通算605勝目、11回目の優勝を飾りました。2022年の4月以来およそ1年半ぶりの優勝だったと。ちょっと久しぶりですね。そうですね。でもこの前の節はですね、大きい着が続いていたんですけれども、この節はエンジンの調子も良く、またですね、20メートルから30メートル前にハンデが経過したことも大きいとご本人はおっしゃっていたんですけど、それも後押しとなりまして、得意の抑え逃げが決まりました。吉田浩二選手が優勝して11月幕を開けましたね。はい、嬉しいですね、この川口勢の優勝から始まる11月。そうなんですよ。そして11月16日のこちら川口ナイトレースです。優勝したのは佐藤玲選手。
なんと佐藤玲選手この時3節連続優出、すごい。でこの節の2日目には競争タイム 3.343 の自己ベスト更新してます。まさに絶好調の最中。いや本当そうですよね。この前の節の優勝戦、先ほど吉田浩二選手が優勝した VTR ではですね、7番手から追い上げて惜しくも準優勝だったんですけれども、この時佐藤玲選手はですね、もうロッカーではもうエンジン完璧ですというふうにおっしゃっていて、自信満々。そうなんです、はい、もうここで、ね、トップに出ました。トップに出ました。なんか何かを扱いたいけれども何もできないくらいというふうにおっしゃっていたぐらい完璧だというふうにおっしゃっていたんですけれどもね。確かに完璧な勝ち方、完璧な勝ち方。はい、押田選手をさばいて一着となりましたね。はい、続きまして11月21日の優勝戦、優勝は山田正弘選手となりました。川口勢続いてますね。本当そうですね。この時山田選手 3.30 の思想2番時計で、山田選手レース前は思想は 3.35 くらい出ればいいかなというふうにおっしゃっていたんですけれども、それよりも早い 3.30 だったので、あまり見ない数字が出たのでびっくりしましたとおっしゃってましたね。早い段階でトップに立ってますもんね。そうですよね。山田トール選手をさばいてもう逃げ切るような感じになるんですけど、でもこの日はやっぱりエンジン組み直したりリング交換したり本当にギリギリまで整備されていたので、それが功を奏したのかも。さっきの佐藤玲選手とは逆にギリギリまでそうやってらっしゃった印象がありましたね。でもこの時の表彰式ではですね、すごく嬉しそうな表情をされていて、なんか喜びがねにじみ出てました。こちらも嬉しくなっちゃいますね。そうなんですよ。はい、続きまして11月26日の川口ナイトレースです。こちらもですね、優勝は佐藤玲選手。この時ですね、ちょっと走路見ていただくと若干濡れていると思うんですけれども、朝から濡れている湿走路だったんですが、12レースでは少しずつ乾いてブチ走路となりました。ただ佐藤玲選手、ブチの走路での優勝戦は経験したことがなかったということだったんですけど、佐藤玲選手、オートレース選手になる前はですね、ロードレースやってらっしゃいまして、そのロードレースの時からブチ走路というのはあまり得意ではなかったということだったんですよね。でも今回もう優勝できたので100点満点だというふうにおっしゃってましたね。じゃあちょっと自信になったレースかもしれないですね。そうですね。今コーチさんの印象で外から仕掛けるところですね。さあコーチが最後どうなるか、これはもう皆さんドキドキしたでしょうね。これ最後は並んでこれで見ると本当同体っていう感じに見えますね。並んでゴールに見えましたが、もうスローモーションで見ても本当にわずかな差しかありませんでした。いや絶好調ですね。はい、ということで11月はもう全て川口の選手の優勝ということで、嬉しい、地元大活躍。はい、で4節の中で2節優勝が佐藤玲選手って、やっぱ活躍がね目立ちますよね。まさになんかこの辺りからどんどん勢いに乗っていた感じがありましたよね。そうですよね。はい、それでは続いて12月の振り返りしていきましょう。はい、こちらが12月15日の普通開催、優勝したのは早川誠太郎選手です。はい、でこのレースはですね、2023年のオートレースベストマッチオブザイヤー、最も支持されたレースを投票で選ぶものなんですけれども、見事 8レース中にノミネートされました。毎年ね、こう活躍している印象の強い早川誠太郎選手なんですけれども、この年はなかなか結果が出ずにこれが初優勝と。あ、そうなんですか。意外ですね。そうなんですよ。12月終わるくらいに初優勝となって、はい、ね、年末に川口で行われる SG スーパースターのトライアル組にも入ることができなかったので、多分ね、悔しい思いがあったと思うんですけれども、年末しっかり勝ってくるからすごいですね。そうですね。やっぱりこうなかなか優勝できないので焦りもあったということだったんですけど、チャンスが来ればいいことがあると信じて走ったということでしたね。でも本当になんかこう意地を感じるレースで、はい、なんかちょっと感動しちゃいました。悔しい気持ちも詰まってたんでしょうね、この勝利にね。通算41回目の優勝となりました。はい、
今年初本当にノミネートされるのが分かる気持ちが溢れてるドラマがありますね。そしてこちらがですね、年末の川口の大一番スーパースターフェスタの12月27日に行われましたガールズ王座決定戦ですね、はい。このガールズ王座決定戦はですね、1年で6回のレースが行われ、その得点が高い選手8名のみが乗ることができるレースとなっていますので、いわゆる女子選手の中で年間の女王を決めるレースです。はい、5代目女王に輝いたのは藤本理恵選手、もういいスタート切って、はい、もう先頭走っていますけれども、スーパースターフェストの初日なのでね、はい、藤本選手はこのガールズ王座は5年連続で出場していまして、ただね、なかなかこう勝ちきれないといったところで、後輩の子たちも早くて悔しい思いをしていたので、結果を抜かせて嬉しいと焦っていましたね。女王になりました藤本、はい。表彰式ではまだまだ若い子には負けないというふうにおっしゃってます。おー、かっこいい。はい、そしてこちらが12月31日に行われましたスーパースターシリーズ戦、優勝したのは川口の佐藤玲選手です。いや、本当に絶好調ですね。そうですよね。いいスタート切って、ここでは先頭に立つような形になりますね。はい、2号車ですね。ここからですね、二村選手も追ってきていて、で道中二村選手に行かれてしまうんですけれども、はい、まあ、この時ね、行かれて厳しいと思ったそうなんですが、ここね、そうなんですよ、はい。でも気持ちで負けたらダメだと、地元なのでここで負けるわけにはいかないと思って攻めていったということでしたね。ただこの前の節にはですね、山陽で初の G1 制覇を果たしまして、7月にもう一級車に乗り換わってからおよそ5ヶ月で6回優勝してますから、いや、ここはもう皆さん手に汗握ったでしょうね。歓声もここまで聞こえますもんね。そうですね、はい、もう表彰式ではですね、地元のお客さん大好きなので優勝する姿見せることができてよかったですというふうにおっしゃっていて、来年は11レースじゃなくて12レース王座決定戦に乗りたいと。あ、ぜひぜひね、期待したいところですね。そうなんですよ。でも今の活躍を見ると、なんかこう夢じゃないなって、見たいなって思ってきますよね。まさにライディング表彰式でもですね、なんかこうすごくこうファンの方だったりオートレースに対してのこう愛を感じて、なんかこうあの瞬間、私も MC 担当してたんですけど、ちょっとうるっとくるようなそんなシーンもありましたね。どんどん応援したくなっちゃいますね。そしてこちらは同じく12月31日に行われましたスーパースター王座決定戦です。優勝したのは伊勢崎の青山修平選手、黒川選手がね、スタートいいスタートだったよ、行ったかと思ったんですけど、後ろから2強が、ね、迫ってきて、これ私も黒川選手だったらもうお腹痛くなりますよ、後ろから2強持ってきたら。そうですね。で、ここで青山選手、ね、捌かれてしまって、ただこの時の先ほどのシリーズ戦もそうなんですけれども、川口のソロ、この時ですね、ちょっと特殊な乾き方しまして、1、2コーナーのところだけ若干濡れているように見えるんですよね。そうでしたね。そうなんです、ここがちょっと滑るかなっていうところでしたよね。そうなんです。なのでスピードは出したいけれども、慎重に走らなければ滑ってしまうという中で、難しいソロだったということですね。そうですよね。ただ今回ですね、王座奪還となりました青山修平選手。王座決定戦はですね、5回目の制覇、これは大会の最多優勝タイ。しかもですね、この節完全優位ですよ、完全優勝。もう本当強さを見せつけたと言いますか。そうなんですよ。でもスーパースター王座決定戦は年間のポイント上位の16名がトライアル組に入れて、その16名で4日間戦うんですよ、はい。もう全国の精鋭が16人集まって4日間戦うのに、それで全て1着を取るっていう、いや本当にさすがの強さだなと思いましたね。いや、私もね、この日本場にいたんですけど、はい、本当に大興奮でした。そうですよね。お客さんもすごい盛り上がってましたからね。そうですね、はい。ただね、ちょっと惜しかったのが川口の黒川選手、そうですね、3着となりました。でもレースの後はですね、スタートは自分以上のものが、過去1切れたということで、エンジンも良かったけれども、やることは全てやったのでもう完敗ですとおっしゃってましたね。またレベルアップしてリベンジしますとコメントしていらっしゃいます。
ました、はい、まあ、これが成長につながりそうですよね。そうなんですよ、このレースが、はい、絶対糧になりますからね。そうですね、はい、また次も頑張っていただきたいなと思います、はい、ということで12月の優勝戦振り返っていきました。で明日から G1 解説記念が開催されるということでですね、はい、昨年の優勝戦見ていきたいと思います。はい、こちらが2023年2月12日に行われました G1 解説記念グランプリレースです、はい、メンバーこちらですね。やっぱりこう見るとこう川口の選手ですね、多く乗ってるような G1 優勝戦スタートしました、はい、ということで2メンバーですよ ね、 ね、本当に G1 ですけれども本当に SG 級のメンバーが集まったということで、優勝したのは永井大輔選手となりました。で3日目がですね、この時雪が降り中止となってしまったそうなんですけれども、4日目からは両走路のコンディションになりました。でこの節ですね、2日目から3連勝していまして永井選手、はい、優勝はおよそ1年ぶりだったということですね。永井選手の優勝が1年ぶりってちょっと会えたかなという、ね、印象がありますけれども、これで107回目の優勝、 G1 解説記念は5年ぶり3度目の制覇ということです。やっぱり地元の選手が勝ってくれると嬉しいですね。でもすごくないですか、同じ大会で3度も制覇しているっていう、はい、永井選手本当にタイトルもたくさん取っていてすごい選手だっていうのは分かってはいたんですけれども、改めてどれだけこうタイトル持ってるのかなって調べてみたら、永井選手プレミアムカップ G1 に関しては9回も制覇していまして、すごいですよね。もっと言うと G1 に全てに関して言うと通算26回目の優勝となったということで、 G1 26回制覇してるんですよ。すごいですね、どれだけ強いかということですよね。やっぱり1周目もう鈴木博一選手をさばいて先頭を走って逃げるような展開になるんですけれども、はい、もうここから後ろ青山修平選手、そして中村雅人選手も出てきてますからね。気になってるでしょうね。絶対頂上状態が続いています。4番手早川聖太郎、おっと青山が滑ってしまいまして、意外と永井選手最近はこう G1 も取れなかったということで、はい、このまま若い者に飲み込まれてしまうのかと思ってそうだったんですけれども、この年ですね G2 のレジェンドカップで同期の若井友和選手が優勝していて、はい、それがいい刺激になったということですね。残り1周ブルーフラッグを通過しました。でも本当に25期というとレジェンド級の選手たくさんいますので、強い選手ねたくさんいますよね。そうなんですよ、もう全然もう飲み込まれてしまうかと思ったなんて、もうそんなことありませんよって言いたいぐらいの、いや改めて振り返るとどのレースもドラマがありますね。そうですね、はい、このところね他城の強い選手たちも SG から川口に連続参戦みたいな方も多いんで、ちょっと川口に慣れてきてるところもあるかもしれないですね。そうなんですよね、前々節が日本戦全日本選抜だったので、はい、それに引き続き連続参戦のね他城の方々もたくさんいらっしゃるので、そこでね川口の選手とどういう争いをね繰り広げてくれるのかまた楽しみではありますけれどね。そんな中で川口勢の優勝見たいですね。見たいですね、やっぱり盛り上がりますからね、地元の選手買っていただきますと、はい、皆さんもねぜひ5日間楽しみにしていただければなと思います。はい、明日から楽しみです。ここまで川口オートについて中かなちゃんとお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。